さ花子さんって裏世界にしかいないの？そんなことはないらしいけど、商店街の駐車場あたりにすごい出てくるらしいよ。あ、じゃあのストーキングするのか。マジで何度も怖い思いをしました、うん、私はこれからあと何回怖い思いをするのか、うん、今までの怖いよりももっと怖いのかな。でもお姉ちゃんが死んじゃうことは何よりも怖いと思います。君はいい子だな。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。次はなんもないね。で、多分あと行ってないところ行くんだと思うんだよね。行ってないか。行ってみるか。あと、あ、え、死んだわ。何があった？死んだ。え、待って、何があったの？ゲームオーバー。そんな死ぬかい？いや、だってこれそういうゲームやし。まあ確かにな、それ言われちゃ話が終わるぜ。ちなみにあのこの工場はね、あの次回作の信用周りにも出てくるんだよね。この町、いや町はちょっと町っていうか区が違うのかな。あ、ちょ、ん、ライツぽいっ。あ、えっ、あた、あ、え、捕らわれてる。 どっから出てきたの？コンテナ。は、ここはどこだろう。だろうね。出口を探さなきゃ。うん、よじ登ればよくね。無理でしょ。ていうか普通にあの隙間から出れば。確かに開けない。おお、びっくりした。何、いや、なんだかわかんなかったな、ね、あ、うえ、な、なに、ひぃひぃ、素直にキモいのが来た。あ、もう持てない。なんかない。おー、いいね。普通に行ってくねー。またお前か。これさ、多分さ、ほっといたら近くに来てる気がする。いや、大丈夫なんじゃねえの？そんながっつり使わずなくて、本当に早いのかな。だって動いてないかな。毎回動かないじゃん、そいつそんなに。17番目。多分ね、近い状態で照らさずに行くと。ダメなんだと。近い。エア照らさずにって、それ。近い。わかる、この揺れてたのさ。この薄くなってるもんね。そうそう。でもあの、いや、その範囲内でやっちゃうと多分来ると殺されるんだよ。取れる。あ、取れた。なんかすごいさ、ここがさ途切れてるように感じ。そのまま行けそう。行けちゃう。布の切れ端がある。ズームルーツ的にこっちっぽい気もするな。アニメキャラクターが描いてやったらしい布の切れ端、豪快に破られている。もうロックンロールじゃん。うわー、すごい。アスレチックだ。危ねえな。襲われたら終わりなんだよ。終了のお知らせ。終了。いや、さすが豪快に終了。あいつが終了だった。よかったね。さあ、マーベロ物理法則にかなうやつ、よかった。確かに今まで浮いてきたやつだった。そうだね。おかしいな、あいつだけあれだな、何か物体なんだ。あいつだけすごい理智。下から出てくる。いや、このプロ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 いいんだけどね。そういうことをしていく。避けたクレヨンのメモ。避けたクレヨンでメモなの、これじゃない。手のようなお化けはトンネルに行くほど増えるみたいって書いてあるけど、この先は破れて。どういうこと？手のようなお化け、さっきあの塩を消してたやつ、ダン、パクったやつか。あのマスターハンド。マスターハンド。だから、ま、だから嫌われてるんだ。この子より前にここ通ってやつがいるんだ。まあそうだ。どっち、土が正解だ。だからどっちも正解だと思う。どっちも行かないといけない。これがシンプル。この工場が動いている頃の記事が書かれている。鉄を作っている写真が載ってる。ってことはみんな給料見張れて苦しんでたのか。あれ、ここ戻ってきた。一番最初のところ。ただいま。上のとこはどうだ。上のなんかありとは分かんないな。下。あ、いけるんだ。あ、いるね、やつは。
あ、まずいです。おお、よく気づいたな今。まずいですね、それ向こう側にも取れる。おい、ナイスナイス、おーし、よいしょ。なんかいるんだよな、スタミナのヘリが早いってこと。でもいなくなったんですよね。真下にいるんじゃない、意味がわからん。あ、そいつら、あ、さっきのやつだってことか。うん、真下にいるんだと。こいつ来るね、今回。今回はこいつがメインの敵。多分この距離くらいまで離れれば大丈夫。離れられない。この路地入れない。この路地多分入れないと思う。薄いと近づいてくるって言ったっけ。違う違う、コウ君だって。コウ君、ウインナーの話かい。動き始めると濃くなる。うわぁ、よくバイク大丈夫だった。近くで、あの、照らしてないと。そう、あの、追っかけてくるから。なるほど、テレサだね。そうだね。だから、あの、ちょっとね、さっきのプルプルするのよ、この子たち照らさないと。あ、オッケー。は？寒い。え？いろいろダメなの？引いてもらう。知らない、頑張って耐えろ。こう、いけるいける。こいつバカだ。一直線やろうだ。あー！一直線に来る。頑張ればいける。ふっばー！ゲロゲロ。あ、いいねいいねいいね。ひゃー、いいよ。ちょっと相手の方が詰まってる詰まってる。で、避けて。おー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 。なんで上に逃げたんだ。お前なんなんだよ。いやいやいや、ファンタチーじゃないだっけ。もうここいいんじゃない、ここ行かなくて。すり抜けられそうな気がする。ちょっとうまいよ。無理じゃないかな。アイテムを持ち。これあのと近くを通ってもさ反応しないからさ。うまいように避けれれば。下手な弾幕ゲーよりむずいんだが。いける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 。ああ、いち。あ、詰まった。詰まった。すげえなおい。なんだ今その余計が。頑張って奥行ってみる。行くしかないの。鍵取ったから出てくれってこと。いや絶対出てくると思うよ。分かってんの、人を絶望させる方法。じゃあ上、もうちょい上。行けよ。なんで上に来ねえんだよ、もうこのタコ。確かにタコだけど。あれで隠れられるか。あら、瞬時に隠れたね、チミは。ヨマリさんから隠れんの、これじゃないってことは。ヨマリさん来るぜ。15番目。おい、これ壊れてるの。どうしようってんだよ、売るだろ。はい、よし、ナイス絵本。ベッドの下に住むお化けのお話。絵本の表紙でお化けと女の子が仲良く笑って。俺奴らと仲良くできなさそうだわ。悪い。で、繋ごうぜ。ってことは、じゃあそんなパンって何か。これで、そういうことだ。そうなります。で、お、いや、簡単。10円じゃん。うわぁ、コンテナが。レッツゴー、コンテナが。コンテナが。おぉ、危ねぇ。イエーイ、めっちゃホールデー。山梨さん、バカだから。いや、カードだろ、なんだろう。みんなの結構あのサイズ違うのものばっか履いてんのね。そして靴もこすぎだろ。ピンクの小さなピンクの子供用サンダル。ギュッと踏むと間抜けな音がする。それか。手を取らした。
くいいキャラ。ヒロもうテレポート使う。ダメでしょ。自動テレポートを使したら変えれるけどね。さらに地蔵の力も無理。おや、これ廃車じゃん。わお、隠れろ隠れろ。なんだあいつ、消えそうになったな。急に消えた。何その消え方。夜回りさ、夜回りさ、それあれペシャンコボーイズです。お、階段が出てきた。いいね、進んだよ。はあ、とりあえず少し進んだか。小さな鍵を強引に取ったのが大正解だと。無理くり頑張った結果これね。よかったよ、鍵を取って。はい、ダメだったね、やり直しって言われて鍵取ったね、オッケーってなる。シーンさ、左下に逃げるとかだと思うんだけどさ、うん、はただ出てきたんだけど、あ、どうもってきたって終わったね。どうも。でもあいつさ、足場そんなちっちゃいと動けないでしょ。急だな。はぁ、落ちてたの、そちら。で、這い上がってきたの。でもあいつ上から落ちてきてるぜ。とりあえずここはどこ。ここは何、工場の、なに。わぁ、キャー、もう違う違う、もうぐるっと回って戻るしかないよね。お前ちょっとこっち来るなよ。うっすー、お、来たよ来たよ。あ、うぶねー。で、あ、正門の鍵、あ、変えれんじゃん。え、終わってね、今これ邪魔じゃないよ、あいつ。ギリ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 いける、ミキならいける、ギリギリいける、やりましたー。ヒヒヒ、じゃあの、いける。いないよね。とりあえず正門の鍵手に入れたってことはもう帰れるよね。どこに使うの、あと普通のデッキ系もんじゃないの。ドーンっていうのがタックルしてきたんですよ。ちょっといけないんだ。なんで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 こっちに曲がったの君。強制です。あそこに落としてやれ。グッバイ。あ、グッバイ宣言。おお、突き刺さった。マジかよ。バイオシックスのレオン編の最後のように。名前は物理聞いてくれる。レイモンドがこう最後ビチャンと。レイモンドだったか忘れちゃった。あ、シモンズだ。すいません、関係ない話してしまいました。いや、女の子で、女の子鼻で笑ってんね。ゲラゲ、あ、あ、なんか落ちてる。ん、どうだ。ちょっと、なんでそっちの移動するの。あ、いや、取るなら早く取れい。はぁ、さっきまで閉まってたのか。いや、開いてた。え、でもそういうことじゃない、ここからバンバン出るって。何何何、古いお守り、古いお守り、古いお守り、古いの、これはお姉ちゃんのお守りですね。あ、おい、あの高野郎、お姉ちゃんどこやった。え、あの手がね、あ、もしかしてお姉ちゃん編が始まる。マジ、嘘嘘、可能性感じるんだけど。あ、大丈夫だった。あ、どうも出口です。力すごいね君。おじさんびっくりだ。はい、録取終了。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。